ガッチャヤグタウンです。皆さん完全に見落としていました。まさかこんなカードがあろうとは。ノーマルカードです。ダークディメンションのノーマルカード、そうエルフの聖剣士ということで、今回紹介するデッキはかなりレアリティが低めのデッキとなっております。全体的に低いっていうのが、基本的にもう主力のカードは全部ノーマルです。そう今回主力のカード全部ノーマルです。まずこのエルフの聖剣士、そしてターレットウォーリアー、そしてガーディアンの力、さらにヘルモスの爪そう今言ったやつが全部ね、全部ノーマルなんですよ、レアリティが。だからね、ちょっとそうなんだっていう感じで、正直ノーマルでもなんか全然デッキ組めるなっていうのを今回示していこうかなと。でなおかつみんな大好きエルフの剣士、こちらを使っていきますよ。さあということでエルフの聖剣士、まずこいつの効果の説明をしていきましょう。レベル4、このカードはルール上エルフの剣士のカードとしても扱う。1、自分の手札がある場合このカードは攻撃できない。2、一旦に一度自分メインフェーズに発動手札がエルフの剣士モンスター1体を特殊召喚する。3、このカードの攻撃で相手に戦闘ダメージを与えた時に発動できる自分フィールドのエルフの剣士モンスターの数だけ自分はデッキがドローするといったところで、まずね、星4なのに攻撃力2100、非常に高いですね。ポテンシャルが非常に高い。で、なおかつね、手札があったら攻撃できない。これ微妙。これはね、すごく微妙ですね。うん。ただし、そういったところ、そういった展開を組めるようなデッキを組めれば、全くね、そこはデメリット効果として、扱う必要もないんじゃないかなっていったところはありますね。そして2番の効果ですね。一旦に1回ですね、エルフの剣士モンスターを特殊召喚することができるといったところで、エルフの剣士、派生モンスターをね、たくさん入れておりますというのが、まずね、純正エルフの剣士、まあ、地味に弱いんで、まあ、ノーマルカードです、こいつは。地味に弱いんで、2枚入れているのと、こちらですね、SR、これは SR。翻弄するエルフの剣士、これはね、めちゃくちゃ強いんで、このカードは攻撃力1900以上のモンスターと戦闘で破壊されないと、次に壁にもなってくれるっていう。で、このエルフの剣士、翻弄するエルフの剣士を特殊召喚することができる。さらにエルフのね、聖剣士も、エルフモンスターなんで、特殊召喚することができると言ったような形になりますね。で、フィールドにね、エルフの剣士、じゃあ展開してどうするんだって言ったところなんですけど、これ3番ですね。このカードが攻撃で、戦闘を与えたダメージを与えた時にですね、ドローすることができると、しかもエルフの剣士の数分だけ、これね、ドロー非常にでかいですね。うん、ドローしていけるのはすごくいいですね。って言ったところで、このエルフの剣士で、まあ、波状攻撃やっていきましょうっていうような展開のデッキになるんですが、今回のダークディメンションで、さらにね、もっといいノーマルあるんですよ。もっといいノーマルあるんですよ。そう、こちら、ターレットウォーリアー。これね、ターレットウォーリアーなんですけど、ノーマルカードです。うん。このカードは自分フィールド上の戦士毒モンスター1体をリリースして手札から特殊召喚できる。この方法で特殊召喚したこのカードは攻撃力は、リリースしたモンスターの元々の攻撃力もアップする。こいつね、元々の攻撃力は1200と、この1500に元々の攻撃力分乗るんで、例えばですよ。例えばこのエルフの聖剣士、こいつをリリースして出すことによって、2100乗るわけです。2100プラス1200、5900ぐらいか。算数苦手か。3300です。そう、タレトリア3300がね、攻撃力上がると。で、もちろんね、このエルフの聖剣士、こうやってダメージを与えてワンドローも狙っていきたいんで、じゃあこの翻弄するエルフの剣士、またエルフの剣士をね、リリースして出していきたい。そうなると、1400プラス攻撃力が乗るんで、それでも2600打点で殴っていくことができると。非常に、ね、優秀ですね。めちゃくちゃ強いですね。簡単に、高レベル、高火力モンスターが出せるといったような形で。なおかつですね、僕今回スキルを動かざること、地のごとしにしているんで、3000ライフポイント以下になることによって、そう、こちら、ガイアパワーをね、発動することができるんですよ。ガイアパワー発動したら、地属性の攻撃力500ポイントをアップするんで、まあ、今言ったね、こう、ターレットウォーリアー、そして、エルフの剣士、もう全、っていうかもう僕のね、モンスター全部です。僕のモンスター全部、こう、火力が500上がっちゃいます。だからこれね、星4のエルフの聖剣士も、2600打点。2600打点 ?2600 打点強いな、めちゃくちゃ。2600打点で殴っていくことができると。で、なおかつね、このエルフの聖剣士をリリースして出したターレットウォーリアー、3300打点が、それプラス500なんで、3800打点。うおーい、うおーいっていうぐらいの強い、めちゃくちゃ強い打点で殴っていくことができると。で、さらにね、それだけでは終わりませんよ。僕ね、最初に言いましたね、ノーマルカード、キーカード2つあります、あと。そう、ガーディアンの力。
これガーディアンの力をつけることによって攻撃したらね500ポイント上がりますね。でなおかつね破壊耐性もつくと、ちょっとねこれ完全に火力ぶっ壊れ状態になるんですが、さらにこちらヘルモスの爪、このヘルモスの爪も採用していると。ヘルモスの爪はですね融合モンスターを出すことができると。でこのデッキは戦士族デッキなので、2体の融合モンスターを出すことができます。そう、このアルテミスとそしてロケットヘルモスキャノン、このねいずれかを選んでいただければなと。でこのいずれか選ぶことによって連続攻撃が可能になってしまうといった話ですね。じゃあまずこのロケットヘルモスキャノン、これロケットヘルモスキャノンであればこのカードの効果でこのカードを装備したモンスターは一応バトルフェーズ中に2回攻撃できます。さらに守備表示のモンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ相手に戦闘ダメージを与える。おっとおっとおっと、この効果、守備力貫通、さらに2回攻撃、めちゃくちゃエルフの聖剣士と合うんじゃないのみたいなね、みたいな話になっちゃいますね。でなおかつね、相手のバック除去が、まあ、このコズミックサイクロン、コズミックサイクロンでやっていくんですけど、これね、1000ライフポイントも払えるんで、動かざること、知能ごとしも使っていけるんで、コズミックサイクロンで払っていくんですけど、それだけではね、ちょっとバック対策怖いんじゃないかって言った方に、こちら、アルテミス、これをね、使っていきましょう。このカードの効果で、このカードが装備されている場合、自分、相手のバトルフェーズ中に一度だけ相手が発動した魔法トラップ、モンスターの効果を無効にする。この効果を適用したバトルフェーズ中、装備モンスター2回攻撃できる。そう、相手のね、攻撃反応に対するトラップカードとかも、このアルテミスで止めれちゃいます。バックに対するね、サポートも、こいつで全然やっていけるっていうね、非常に超火力でぶん殴るだけなのになんかめちゃくちゃ強いっていうデッキができちゃいました。はい。なんせね、このノーマルレアリティがすごく低いのに、こんなデッキが組めるんだって言ったところに、皆さんびっくりしていただけないかなと思います。はい。遊戯王は無限大、可能性は無限大だなと。ということで、ヤグタは毎日19時と20時、1日2本動画の方アップロードしております。もし今回のデッキ動画少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンを押していただけたら最高に嬉しいです。あとね、ゲリラ動画時々上げたりもするんで、ぜひ通知もオンにしてください。なおかつ、今、ヤグタウン、ツイッターでですね、デュエルキングになったデッキの方を募集しております。ぜひ気軽に DM と送ってください。編集、そして撮影とはこちらで全てやらさせていただくので、特にね、はい、これデッキですよぐらいで終わるんで、ぜひね、気軽に応募していただければなと思います。さあ、ということで早速デュエルの方やっていきましょう。いくぜ！デュエル、スタンバイ！さあ、それではデュエルの方早速やっていきましょう。相手は武藤の遊戯くんですね。どうぞ対戦よろしくお願いします。さあこちら高校を取っていくといったところで、コズミックサイクロンいいですね。いきなり1000ライフポイント支払うことができますね。ターレットウォリアーエルフの聖剣士と、もう1体エルフの剣士モンスターを引いていきたいところ。おっとおっと、そうですか。6部ですね。これは支援を展開されそうですね。てか、されますね。これ、されますね。せっかくコズミックサイクロンがあるのに、発動できない可能性があるな、これは。非常にね、厄介だね。ただし、タレトーリアがあるんで、あーっと、相手バックなしと。それは甘いんじゃねえの？さあ、エルフの聖剣士へ。召喚していく。そして、効果発動です。手札のエルフの剣士モンスター。要するにね、この翻弄するエルフの剣士を出していくと。で、ここでターレトーリア出していきますよ。これはモンスター2体破壊できちゃいますね。できちゃうな。エルフの聖剣士じゃなくて、ここはね、翻弄するエルフの剣士をリリースして出していきましょう。これ2600打点。で、ガーディアンの力、これはね、使いませんよ。手札を0枚にしてエルフの聖剣士で殴っていけるようにする。さあ、殴っていく。そしてダメージを与えましたね。エルフの剣士、聖剣士がいるんで、1枚ドローできちゃうと言ったような形で、さらに、あっさり2500打点を超えていける。そうなんですよ。なんと魔法トラップカードを使わずに2500打点を超えていくことができる。それがね、このターレットウォリアの力。おっと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 、なんだ、シンクロにもしてくるつもりか。あはっはー、なるほどね。これは二刀流ですね。攻撃サイクロンぶち飛ばしていきましょう。二刀流でした。二刀流でした。で、これで、終わりましたね。対戦ありがとうございました。ガイアパワー張ったらもっと強い。うん。さあ、続いてのお相手は、ヘルカイザーのりょうくんですね。どうぞ対戦、よろしくお願いします。さあ、こちら、超火力兼、モンスター主体のデッキと言ったところ、おっと、なんとも言えない。なんとも言えないな。ここは翻弄するエルフの剣士出すっきゃないですね。ガーディアンの力もつけていきましょう。これでガーディアンの力一回ね、発動できたら、1900打点に乗ると。で、1900打点、このエルフ、翻弄するエルフの剣士は、1900打点以上のモンスターとの、効果、戦闘では破壊されないんで、コズミックサイクロンだと。
ムー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 ムムー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 、なるほど、ガーディアンの力が剥がされた。まあでもね、1900打点、今時ね、1900打点以下のモンスターの方が少ないんで、あ、サイバードラゴン、それもね、無理ですから、言っとくけど、サイバードラゴン2100打点ですから、はい、相手のバックなんでしょうね。コズミックサイクルでぶち飛ばしていきますよ。あ、狡猾の年はない、よかった。よかった。あ、ターレトーリア来た。ターレトーリア来たんで、うん、そうですね、ここはもう特殊化していきましょう。はい、2600打点。で、さらにね、先ほど、コズミックサイクロン発動しているので、動かざること、知能ごとし、使います。ガイアパワーで3100打点。OK です。上からね、サイバードラゴンも上から投げていくことができると。ただしね、今非常にね、非常にバックが弱い。なんとか、なんとかしなければならない、これは。モンスターを引いていきたいです。そうしたら、エルフの剣士でも何でもいいんで、ヘルモスの爪で、ロケットヘルモスキャノン、またはね、アルテミス、まあ、どっちかって言ったら今、アルテミスの方が欲しいかといったところではあるんですけどね、を展開していくことができるんで、フィーアーが来たね。これは、一応ね、打点は超えられはしないんですけど、サイバードラゴンできたんで、いつ融合されるか分かったもんじゃね。あ、エルフの剣士来ました。はい、エルフの剣士来たんで、はい、これはエルフの剣士、早速展開していきましょう。ヘルモスの爪で、エルフの剣士をリリースして、ここはアルテミスですね。相手のバックが非常に怖い。アルテミスを装備しましょう。ターレットにアルテミスを装備。これで相手のバックは攻撃反応にね、攻撃に反応するようなカードであれば、全くね、問題なくこちらやっていくことができる。さあ、ターンエンドだ。何もしてこなかったな。何もしてこなかったな。ムームーム、ネクロフュージョン。サイバーツインか。ですよね。うん。サイバーツインですね。サイバーツイン来たけど、それは打点を超えられないぞ。こちら3100打点あるね。全くね、問題ないですね。さあ、運命のドロー何引いた。うわ、攻撃表示。なんだ、やめろ。やめろ、バトルフェイズ入った。もう勝ちじゃね、これ。バトルフェイズ入って勝ちじゃね。コンセントレート、そりゃバトルフェイズに使っちゃダメだよ。アルテミスがあるからね。バトルフェイズに使われてなかったら、うん、普通に俺の負けでしたね。はい、ということで、まあ、運もね、こちらに向いているといったところです。大戦、ありがとうございました。さあさあさあ、お相手は、くだらぎくんですね。どうぞ大戦、よろしくお願いします。こちら、先行取っていくと言ったような形で、OK です。任せろ。うん、いいね、うん、いいよね、うん、はい、じゃあエルフの聖剣士、またね、特殊召喚していきましょう。効果発動です。手札のエルフの剣士を特殊召喚することができる。翻弄するエルフの剣士。ここはね、もうターレットウォリアー展開をしていきましょう。エルフの聖剣士リリース、超火力で攻めていくぞ。3300打点。さらにヘルモスの爪、これね、発動していきましょう。ここはアルテミスだな。バトルフェーズ中の相手の魔法トラップ、モンスターの効果、これを許しません。これで一瞬にして3300打点のバトルフェーズ何もさせないマンの完了といったところ。どうだ、この電解力、細胞組み換え装置だと、エイリアンだと。なるほどね、エイリアンか。カウンターが乗りましたね。カウンターが乗ったね。エイリアンか。なるほどな。うん、ちょっとね、こちらバックが少ないのが非常に怖いですね。もうちょっとのんびり、もうちょっとのんびり展開してってもよかったかな。カウンター伸びて、あ、リベンジャーが出ていきましたね。ただし2200打点。これは超えられない。エネミーコントローラー。やめろ。やめろ。3300打点か。くー、俺のタレトリア、つえー。3300だってね、食らいました。うん、ただしね、相手のフィールド、ガラキなんじゃねえの。ヘルモスの爪、これは何も使えないね。さあ、動かざること、知能ごとし発動です。3800だって。これで殴ってくる、バトルフェーズ入りましたね。さあ、ラストに無駄、無駄。洗脳光線だと。無効にするが、永続トラップだから、奪われっぱなしだな、これ。無効にしてると言いつつ、これ無効にできてないな。てめえ、裏切んなよ。ということで、ターレットにやられると言った幕切れです。はい、やっぱりノーマルカードは信用できねえ。さあ、ということで、非常にね、でもノーマルカード本当強かったんで、ぜひ皆さんもこのデッキ組んでみてはいかがでしょうか。ということで、ヤグタはまた次回の動画も見てください。またね。